九輪線、招き商曲ビル九油線、招き商曲ビルは、上海市港北の愛丹に位置している建物。もともと、この土地には、ラッセル商会の事務所があったため、ラッセル商会ビルとも呼ばれている。また、昔の地盤からワイ丹9号とも呼ばれる。アメリカ資本の貿易会社であった、ラッセル商会は19世紀に、極東で黄金期を迎えており、1846年に、 この土地に移ってきた。その後、1877年に、ラッセル商会は、事務所にしていたビルを220万両で売却した。次に、ここに入居したのは1872年に、理工省により設立された、国営水運企業のワフネ招き商局であった。1901年、ワフネ招き商局はこのビルを改築した。設計は、アトキンソンダラスが行った。 その後は、ワフネマネキ商局の上海支店であった。現在では、ショッピングモールになっている。レンガと木によって建てられており、3階建てで、建築面積は3538平方メートル。外観はルネッサンス風であり、1階部分は石造りで、入り口近くはアーチを描いている。2階と3階の部分は赤レンガで、正面部分が若干奥に入り込んでおり、 バルコニーのような回廊になっている。また、バルコニーの縁あたりは、石の手すりがついており、円柱が並んでいる。なお、大北電報局ビルはワイタン7号であり、間の8号に関しては、よくわかっていない。ありがとうございます。